え皆様こんばんはそしてこんにちは木村よし子ですえー、今日は2024年8月14日水曜日ですね時刻はですね夜の11時見えますかね11時、えー、33分となっておりますまあ、こんな夜に何をしているのかということなんですけどもアメリカの消費者物価指数が出てまいりましたね為替はですね反応して動いておりましてまあ、明日の日経平均株価はどうなるかねえー、ちょっと気になるところですよね だいたい結論的には株には悪い話ではなかったのでえー、37,700円から38,000万方向を目指していけるのではないかえ日経平均株価はそんな方向を目指していけるのではないかと思っておりますえー、さてもうご存知のことと思いますけど一応ニュースを見ていきたいと思います本日も よろしくお付き合いください金曜日と月曜日抜けてしまいまして今日抜けたら3回ジャンプとなりますので今日は夜中にゴソゴソとしておりますぜひ最後までお付き合いくださいそれでは始めて参りますえさて画面はマネーパートナーズさんの為替サイトですえドル円をお示ししておりましてえ今の時刻23時36分57秒 えー、23時37分となりました、まあこんな状況でですね今、為替は146円704、7 0 2に激しく動いておりますね。 まあこうした CPI が出た途端にいろいろとこう思惑が走ってですね上にも下にも行きやすいのでまだねこれから先どういう展開となるか予断は禁物なんですけれども一応ニュースをかけてみますとですね CPI が出ましてですね CPI は利下げ論議を強めるということで各国のインフレ鈍化やですね大幅利下げ観測後退でえドル売りは限定的とまああの数字的にはですね まああの大体の予想の範囲に収まっているのでまあこれから先、そんなにこう極端な動きは出にくいんですけれども一応、数字が出たということでねまあやれやれの7月 CPI はおおむね予想通りということでですねえ為替の方向性としましてはあこの一旦突っ込んでまた戻ってきているというところですね。円えさっき700だっきだたんですけど今 円あたりまでこのね押し返し返ておりますますあこれあの移動平均線が曲がっていますのでそしてこちら今あのボリンジャーバンド示しておりますのでボリンジャーバンドのマイナス3シグマを叩いてですねブレイクしてそして2シグママイナス2シグマあたりにこの修練してきておりますので,でボリンジャーバンドがですねこの曲がってきてますから一応はこのこの 円高方向は一旦収まってですねあとまあこのマイナス3シグマとマイナス2シグマたりまで突っ込むことはあってもこの MA のあたりまで為替が戻ってくるすなわち150円方向また目指していけるような感じですよね。そうなりますとですねこれから先のですねこの9月に向けましてまたこの FOMC ですね FOMC の,の日にちが迫ってきておりまして こちら FOMC はですね、今度9月の17日18日にあるわけですね。そうするとカレンダーベースで日本は16日が敬老の日月曜日お休みですのでその明けて17日18日の FOMC を睨んでですね、この13日の金曜日がこのメジャー S q ですからね、その前日の12日の週ですねその週を含む、 9 10、11、12とですね、まあ、結構上にも下にもこの動きそうですね、そして9月は2日新報と言いまして、まあ、これもアノマリーなんですけども、えー、ちょっと2日始まりですのでね、ちょっと波乱含みの強含みという感じですかね。そして本日14日ののですね15時15分の この日経平均株価3万6442円43銭で209円92銭という、ねえー、状況なんですけどもこちら株炭酸、ね、株単のさんの冷やしで見てみ見ますと、ですね、まあ、こんな感じなんですよね。で、先般の8月5日、3万1156円12銭からですね今、急速に戻してきているところでして、えー、こちらのこの 赤のラインですね、MA 移動平均線の25日移動平均線の数字ですね、数字はこちら、3万8286円48銭なんですね。でえ、こちらの青い方はですね、MA75 日移動平均線の75日線ですね、3万86700、ちょっとこれ、動かしますと数字がぐるぐる動くんで。 この辺りで一旦ちょっと固定してみますと3万8825円28銭で下がってきたところから戻ってきていますのでまあもしもこのような値まで来るとするとですね現状このクロスのところまで戻ってくるとしますとですね3万7500円とかもうちょっと欲張ると3万56000円 あるいはもうちょっとよく貼って3万7700円ぐらいはあり得るのではないかと思いますね。で日柄が必要ですね。まあ明日この一気に3万7700円つける可能性があるかどうかは別としてですね。まあ今週来週あたりまあ踏み上げていく可能性は十分あると思うんですね。 でそうするとさっき申し上げたように9月の13日 S q に向けて、えー、9月2日、2日進歩を荒れるという、ね、相場格言があるように1週目、2週目がですね結構乱高下しやすいですねそして、その3週目の火曜日休み明けの火曜日そして水曜日が FOMC ですから、まあ、このあたり錯綜しそうですね。そしてえどうもその岸田さんのの後釜のおこの閣僚から あるいは閣僚じゃない方から総裁選に出る方が出てきて、まあ、結構ね、あのー、もう首相岸田首相が退陣するということでですね株式市場はこれからあ首相候補は誰にするのかそして選挙はいつなのかということを気にし始めますので、まあ、それに向けてアメリカの大統領選挙に向けて動いていくという非常にこのスリリングな展開が続くと思いますのでね、まあ、振りり回されないようにしっかりとこの 考えを固めて対処したいですよね、えー、さてですねまあ、皆様もすでに押さえてらっしゃると思いますけどもアメリカの消費者物価指数がですねまあ、予想通り鈍化してきたということですねで、極端にこの数字が 飛んじゃってないっていうとうころがですね、まあ、市場にとっては良かったなと思うんですけども一応、ロイターですとかブルームバーグですねそしてヤフーファイナンスですとか日本経済新聞社などがその CPI とマーケットについての記事を出しているんですけども一応、ロイターさんの方ではですね7月は前年比2.9%上昇でですね消費者物価指数上昇で21年初頭からですね3%初めて割れたということですねそしてですね。 まああのこれは、どのように読めばいいかですよね要はその極端なインフレが収まってきたということでその景気が鈍化してるだからアメリカ経済が下向いてるなので金利を低下させるということに植えておきますとこれ、景気が悪いということは株式市場の上場企業の業績が悪いということですからこれ、喜んでいいのかというとまあ 株式市場は企業業績の先取り場ですからね、まあ、景気が悪いというのはよろしくないニュースです。だけど利下げしてくれるということは、まあ、悪くない話なんですね。ただしまあ、過去の例で言いますと、アメリカが利下げに動くときっていうのは結構マーケット深押しすることが多いんですよね。だからまあチャンスはあるということですよ。買うチャンスはあるけども、 このもっともっと上に行く行くなんていうようなことで油断してると結構ね溶かされてしまううとということですねだから最新の注意を持ってですねマーケットと対峙しなければいけないし、まあ、9月先物オプションのこのメジャー SQ 好きが控えていますのでそれに向けてのポジショントークですとかまたニュースの増幅などもあると思いますのでね、まあ、油断しないことですよね。 そして荒、まあ、れ相場で勝てるのはごくわずかな方ですので、まあ、懸命にいきたい方はですね、まあ、先般の,この、ね、8月5日のぎょっとする下げ真夏の夜のぎょっと下げを見てですねあ自分の時価総額が減っちゃったというふうなことでちょっとうつうとなった方はですね、まあ、これから先も波高し谷深しというような、ね、で展開が続きそうですから油断しないことですよね。 ぜひ私が前の動画でご提案したように、まあ、半分ですね現金にしつつですね突っ込んだらお気に入りの銘柄の突っ込み買いをしてコスト平均コストを下げていく作戦を抜かりなくブレずに続けていくことですね。ということでまままだまだねここの余談はとといいうことでございます、えー、そしてですねこちらがゴールデンチャート社さんのですね冷やしをやや拡大しております。 まあね今にして思えばですよ今にして思えばここは格好のツッコミだったわけですけどもここをガツンと買った方はねそれはとても良かったなと思うんですね。出来高がこんなに増えてるということは売った方もい,いる一方で安いところを買った方もいるというね証しですからあここ売っちゃったっていう方はですね最安値を売っちゃったしここを買えたという方はですねねこのねいいところを買えたわけですよね。 でこれから先もです、ね、こういうことは思いがけないタイミングでやってくると思いますのでね現金が必要だというわけなんですよね。でチャート面で言いますと先ほどカブタンさんで見たようにです、ね、この移動平均線の上に直足が来ておりますので直の足取りが見えてきておりますのでこれ200日移動平均線の値までこの上回ってくるとなりますとここ一応この5日線とですね75日線の レッドクロスはあるんだけれどもこのまた跳ね返してですねこのゴールデンクロスしてですねそして上方向、まあ、4枚の手前ぐらいまではね十分戻ってくれると思うんですよね。で、まあ、中にはですねこの大学教授の竹中さんっていう方がいらっしゃいまして、まあ、その方がですね、えー、もう V 字的に株価が上昇する例があるということをおっしゃっているんですけどね、まあ、私はそこまでい、えー、けるかどうかはまだね えー、確信が持てないのでその説はちょっと斜め読みしたんですけども、まあ、あの十分ねこの踏み上げ相場に入っていくようなあ展開は見込めると思いますのでね、えー、この間売りそびれたなんかちょっと怖いと思う方はですね、えー、売り場はまだあるということをお分かっていただいてそして、まあ、どうしてもこの先心配だという方はですね 現金比率を上げていく半分は現金にしていくという作戦で抜、えー、かりなくやっていただきたいなと思いますね、えー、そしてこれから先は若干銘柄の話に移っていきたいと思いますえー、さてですね市場ではですねまあ、業績も悪くてしかし非常にね低 PBR の会社がゴロっとあるんですよね コニカミノルタにもその一つですまあ業績がまあ非常に厳しくてですね無配当の予定なんですけどもそしてまあ投資信託もですねちょっとこうだんだん潮が引くように保有額を減らしてきてるというね流れがあるので、まあ、うかつに手を出したらちょっとねあの困った展開になりうるのでまあ私は見てるだけにしてるんですけどもまあそれにしてもですね、えー、PBR ぎて、 将来的にどうううするんだろうなーっていうね例えばどこかの会社に吸収されてしまうようなことになったりするのかなーとか思って気にしてみてはいるんですけども、えー、状況はですねまあ、こんな冷やしチャートとなっておりましてゴールデンチャート社さんのこの冷やしチャートによりますと、まあ、この底入れしてちょっと反発してきてるようなところなんですね。業績は全くね大変ななことになっているんですけどもお 存続してていいく方向でであるるとととここのの先何が待ってるのかなということですよね例えば大株主をまず見ていきましょうかね大株主を見てみますと、まあ、あのそれなりにこのマスタートラスト年金か日銀かちょっとわからないんですけどねカストディ銀行こちらはあのどなたがこの主体かわからないんですけども。 あと SMBC 信託銀行三井住友銀行の退職給付金信託口ですからこちらまあ安定的な株主ですよねあと日本生命さん準投資か政策投資か分かりませんけどねえーノーザントラストグローバルこちらあの持ち株を増やしてる矢印が出てますねそして新しいところで言いますとメロンクライアントを 10pct ですねそして野村信託銀行三菱 ufj 銀行の退職給付金の信託口こちらはちょっと持ち株比率が減ってますねそしてゴールドマンサックスインターナショナルが新しい株主に名前を連ねてきておりますまあ、業績がここまで厳しくて低 pbr そして外資がこの買い増ししているという状況は何を物語ってるのかなということでね一応興味深く コニカミノルタのこれから先を想像しております。 まあ時価総額は値下がりしていると言いましても1935億円ある状況ですね。えー、今日は3,000え384円90銭で引けておりまして、えー、20.1円高5.51%上昇ということなんですね。まあ買いやすいのでこの短期資金も入っている可能性もありますけども、まあ今後のね業績回復があるのかどうかちょっとね関心を持って低 PBR 銘柄コニカミノルタ見ておきたいと思います。 えー、そしてですねなぜかしっかり展開中の藤倉ですね、コード番号5803、これ以前ご案内しましたけれども、お非常に強いですね、で、えー、冷やしチャートを今、ゴールデンチャートさんからお借りしてお示ししておりますけれども、まあ、普通、これだけ乖離しますとですね まあちょっとねどっかで利益確定したいなと思っているところに先般の8月5日の激下げがありまして藤倉、まあ、も例外ではなかったんですけどそこを買い場としてドーンと買って過去の高値を抜いてきているという状況なんですね。で何故藤倉がここまで強いのかということで、えー、一応、ですねこの材料ですよね。えー、この 多信コネクタですねこれ光通信を支える光伝送に重要な役割をするコネクタでして、まあ、インターネットトラフィック量が増加しますと、まあ、高速で大容量の光通信が要求されまして、まあ、これに重要な働きをする、まあ、光部品なんですよねそして光配線材がけん引役となってですねなおこれから先も情報通信分野の上振れ幅が大きいと見られているんですね。 で8月の8日にこの第一四半期の決算の発表があったわけですが営業利益は245億円で前年同月比94.5%増、えー、上半期予想では従来の300億円から490億円そして通期では700億円から890億円そして前期,前期比で28.1%増に情報修正したんですね。 で市場コンセンサスは740億円程度でしたからこれが890億円となりますと、まあ、相当ですね強い需要を持つ製品を持っているということで、まあ、確かにですねこれから、まあ、私たち人間の数は少しずつ減っていってもですねこのインターネットトラフィック量というのは逆に増す可能性がありますので、まあ、これはあの藤倉は ちょっと居所が変わりそうなぐらいの強い需要製品を持っているというふうに見なしてもいいのではないかなと思いますね。で市場コンセンサス740億円からあこの890億円なおも強いということですね年間配当金もですね従来計画の55円から65円に引き上げということなのでこれから先も強まってくる可能性は十分意識したいですね。 え、株探さんでですね。フジックラの14日の水曜日の日経年を見ておきたいと思います。36円。12円240円高です。pr は16.6倍ですから、まあ、割安か割高かというと割高ではないが、割安とも言えない水準ですね。まあまあの状況ですね。そして pbr は2.7。6倍ですね。 そして配当利回りはまあ株価がまあどんどん上がってきてますので利回り面では65円に予想ベースではなってますけど今の過去の実績ベースでは1.80%ということですね。そして時価総額は1兆684億円という水準です。まああのものすごく需要の強い製品を持っていると。 会社の業績が非常に改善してですね、えー、なお売り上げが伸びそうだという時はですね、まあ、結構その居所を変えた展開もねありえますのでやがては3,000円台から4,000円台になる期待もね持てるかもしれないなと思って見てるところですね、まあ、くれぐれも高値掴みはしないような用心でもってチャンスがあったらねエントリーしていければいいなというふうに思いますね。フジクラまあえー、非常に需要の強い製品がこれからも 伸びが期待できそうだというところですね。そして増配も嬉しいよということですね。そしてレーティングも強いよという状況でございます。えー、そしてですね、まあ私のような世代からすると、うん、まあちょっとこうもうあんまりご縁がない銘柄の一つになってしまっているんですけども、世代交代が進んでいますので、今の若いお父さんお母さんたちにとってみると第一子を設けてですね。 サンリオというのが選択肢になっているのかなと思うんですけども、あの八一三六のサンリオも三分割を消化して上昇中なんですね。十四日水曜日の終わり値は三千七百九十四円で、百二十九円高。三点五・二パーセント上昇しているんですね。で、per 三十一・二倍ですから。 割安感はどちらかとといいうとないですよね。人気先行型ですからちょっと割高感がある方向の銘柄ですけどもそれでもね、まあ、株価がしっかり展開してるとチャートの格好もです、ね、強いですよねぐんと上がっちゃってると3分割を消化してこの値段展開というのはねなんかちょっとこうびっくり感があるんですけども、まあ、世代交代してまた新しいサンリオのキティちゃんブームが来てるのかなとか想像したりします。 で、pbr が十二点一一倍ですから、これちょっと割高感ありますね。そして、配当利回りは零点九八パーセントということなんですけれども。まあ、やっぱり有名なブランドを持っていると、強みがありますよね。なんか、こう、ブランド力が、ちょっと、こう、弱い。会社よりは、何か、こう。突拍子もなく有名なものを持っているという会社はね、強みがありますよね。うん、時価総額は。 九千六百九十億円ですからね、それなりに規模感がありますね。ちょっと割高感がありますのでね。慎重に付き合いたいなと思うんですけども、私はまあちょっと見てるだけにしようかなと思うんですけども、この値段展開はね。百二十九円高、堂々の三点五・二パーセント高。しっかりと展開してますね。不安がいるんでしょうね。この三分割消化して、上昇中でございます。 えそしてですね、8月14日が決算発表だったマブチモーターですね。5番に上げ幅を拡大したということで、チャートをね、一応見ておきたいと思います。コード番号6592なんですが、どのような内容だったかということなんですが、連結決算の発表をいたしまして、こちら第2四半期の累計ですね、1月から6月まで業績予想、最終利益の見通しをこれまで140億円としてたんですけども、154億円にね、 引き上げたとということですねそして、自社株買いですね焼却予定の自社株買いを実施しますよということですから、まあ、下げたときにこうした自社株買いが行われることが多いんで、まあ、これはあの心強いですよね。 ま一応このチャートをね見ておきたいと思います。え急激にもしね下げた時があったならばマブチモーター自社株買いするだろうということを見越してね買いに回るっていう手もありますよね。そういう方法でこのニュースを聞いておくといいかなと思いますね。マブチモーターのこのチャートを見てみますとですね、まあ、こんな状況なんですね。 で8月5日の急激な下げの時はここですからこれねちょっと弱い足取りなんですよ。ここまで下がるとガツンともっと下がってくる可能性はあるんですけども跳ね返して、まあ、業績の見通しが出てきたことと自社株買いしますよということであこれはもうこれ以下になかなかなりにくいなということで強張ってるんじゃないかなというふうに思いますね。ただし、まあ、この 格好はははでですね、まあ、あんまりチャート面では強くはないんですよ、ね、一旦こう急激に上がってますけども、まあ、一旦どっかでまたね落ち着いて、えー、この収束してくる可能性もありますので慌ててね高値掴みしないように気をつけたいですね。窓を開けて下げたところを埋めに来ているような感じですからまた、あのー、2200円前後まで落ち着いてくるだろうと思います。えー、この引け値はですね2000 ええ二百五十一円五十銭だったわけですけれども、まあ二千二百円割れがあったならば買うっていうようなスタンスがいいんじゃないかなというふうにね感じました。皆様はこのマブチモーターね小型直流モーターで世界シェアのほとんどね握る非常にその強い製品力のある会社ですけども。 まああの2024年12月期の売り上げは増収予想なんですが、まあ、この,あの14日に発表した数字がちょっとねこの情報修正したということであと自社株買いをするということで反発している感じですね、まあ、2200円割れを狙いたいなというふうにこのニュースを聞きましたチャートの格好も一旦このね急激に上がってるんだけどちょっと落ち着いてきたところがあったらという足取りですね えー、そしてですねこの非常に業績が好調なですねモノタロウですね、えー、コード番号三ゼロ六四あの P R ですとか P B R は非常に割高感あるんですけどもまあこの株価の展開がですねまあ強いですねでその根拠となりますのは会社側がこの月次に発表しているですねこうした数字が非常に強いということなんですよねまあちょっと見てみましょうかモノタロウさんが発表された八月十三日のね この7月期、月次、業績に関するお知らせですね、当期のところを見ていただきますと、この前期と比べると数字がですね結構しっかり展開してますよね、そしてこの6月も強いと、そして7月期もね立派な数字を上げてるんですよね。まあ、こうやって月次で売上高とか、この推移を示してくれてるので。 まあこの信頼感を持って買っている方が多いんじゃないかなと思いますね1月2月3月顧客数のね獲得数ですねこちらも順調に数字が伸びてますよね特に7月強かったんですね 94.1%94.1 となってますね、えー、1000アカウントですからね単位でパーセンテージじゃないですね そして営業日数もね示しておりますなので、まあ、営業日数がこのに対して新規顧客獲得数がこのしっかりしてますと業績ね結構しっかりしてるんだなということでね株価が伸びていっているということですよね、えー、その本日のもの太郎さんの十四日の、ね、値段は え円円銭ですね38円高チャートがね結構要請が立ってきているので、まあ、やっぱりまあこの太郎「ものタロなんかこの月次の売り上げもしっかりしてるし、えー、ちょっと買ってみようかなという方もいればあとこの会社のね、えー、その提供してる製品があなかなかね 東急ハンズかつて買いに行ったようなものだっても、まあ、東急ハンズちょっといろいろと事情があって、まあ、かつてほどの、ね、勢いがない状況になっている中この物太郎さんがそのシェアをね結構食ってるところもあると思うんですよねなので物太郎さん不安があしっかりと株価買い支えてるのかなと思いますただしね PR が47.9倍 PBR が12.63倍 配当利回りが0.79%ですからね、まあ、割高感はあるんですけど、まあ、人気感が強い銘柄ということですね、まあ、ちょっとねこの PBR、PR を見ますとね買うのに勇気いるんですけども根強い人気感がこの月次でいろんな数字を発表しているところにあるのかなというふうに思いますね。えー、そしてでですね PR PBR、えー、P P で見ると ちょっとですね連結ベース予想の PER が47倍そして PBR も12倍台というとですねなんか割高だかなということで手が出ないという方もいると思うんですけどもモノ太郎さん非常にねチャートを見るとしっかりと展開しているのがお分かりいただけると思います。3064ですね えー、なぜここまで、ね、強張っているかということのヒントとしましては会社がですねこの8月13日に発表いたしました月次ベースのねこのいろんな数字ですねこちらがですねかなりねこのしっかりと展開していることが手に取るように分かりましてそれがですねこの株を買いたいという気持ちをね推しているのかなと思います。まず売上上高推移なんですけども、えー、上段が 当期となっていますそして下段がですね下の段が前期となっていまして数字を比べますと順調に伸びていることがわかりますよねそして今度はこの7月を見ていただきますとねあ前期と比べてずいぶんね、えー前,えー、前年同月比で122.3%達成したのかということでですねこれは株価も弾みがついちゃいますよねそして新規顧客獲得数ですね こちらもですね、順調に伸びているわけですね。特に7月え94.1という数字ですから、これ1000アカウント状態ですから、まあ頑張ってんだなということが手に取るように分かりますね。そして営業日数も示してくれているので、まあこの推理しやすいというわけですね。というわけで、まあこの PER ですとか PBR は強い数字ながら、株価展開は、 非常にしっかりのモノダドさんでございます。まあ、お好き好きあるかと思いますけどね、研究対象として見ていただけるといいかなと思いますね。えー、さて、えー、配当利回り株を探していらっしゃる方には、このアステラス製薬ね、どうかなと思いますね。高配当利回り株です。えー、この2025年3月予想では74円となる予定なんですけども、何しろね、えー、現況の株価がですね、 このよようなな足取りなんですよねこちらはあの日経新聞社さんのサイトからいただいてきた14日の引け値なんですけども1678円50銭28円50銭高ということでねチャートがもみ合ってるところがねいいですよね、まあ、ただしね予想 PR が100.1倍これすごいなということなんですけども、えー、予想配当利回りベースでは4.40%ということでね株価は あ1600円台で揉み合ってると、まあ、今のところね利益が伴わないことによってこの1,600円台でも予想 PR 面では100倍という値なんですけれども、まあ、見ていただきますとですねこの PBR は1.9倍ですからねまあ,あそこそこ。お 割安とは言えないけども割高ではないということですよね。で配当が74円ということでチャート的には買いやすい状況ということでですね、まあ、製薬会社の,あの投資は難しいんですけどねあの一時なんか新薬ということでバーッともてはやされて小野、まあ、薬品がいい例なんですけども。 バーっとも手配されてその後まあ、いろんな面でですね薬価の問題ですとかいろんな問題で株価展開はちょっと測れなかったりするんですけどもでも現況をこの後輩と利回り株としてそしてチャートもおとなしい格好ということでねあのアステラス製薬今取り組んでみるのも、えー、一向に値するなというふうに思いました。 というわけでね、まあいろいろ銘柄をね、もっともっとご紹介したいんですけども、時間もね、ちょっとかなり経っていますので、この後、若干雑談をいたしましてですね。そしてまたね、頑張って、今週頑張って、こういろいろと配信していきたいと思います。えー、それではね、えー、このハイトーリマーリー株を紹介しました後、雑談させていただきます。えー、さて、えー、お盆も近いということでですね、まあ、今回はあ私の講演会にね、 かつて本当によく来てくださいました大阪のですねお客さんがいらっしゃったんですよねでだんだんね足腰が弱くなられてそして、えー、来てくださった時にですね木村さんもね足が動かないのでもうこれが最後かなーっていうねことをおっしゃってましたでもその後もね頑張ってね私が大阪で講演をするためにね来てくださってたんですね である時あ今日はお見合いじゃないなって会場を見たらあの分かってですねあ今日はお見合いじゃないんだなと思ってどうされてるのかなと思ってですね、まあ、足がご不自由になられて公園行きたいけどもおあのちょっとお休みになってるのかなと思ってですね公園のレジュメをですねその方年賀状をくださってたのでご住所を知ってたもんですからレジュメを送ったんですね。 そしたらですねあの、電話かかってきまして弟ですとで実は姉亡くなりましたということだったんですよね。でねあのお盆なので、えー、よくねその方をしのんでですねちょっと似顔絵を描いてみました。こんな方だったんですよ。お名前はね宮崎さんとおっしゃってもういつもねニコニコされていていい方だったです。で大阪の講演会終わった後ですね お茶したたことがあったんですよねでお茶した時に他の方もついていらっしゃってそれで、あのー、コーヒーをね、まあ、私が、あのー、カウンターに取りに行ってその時にまあお金を払ってねそんな高いものじゃないしと思ってお金を払ってこう宮崎さんと私とあとお二人女性がいらっしゃったんですけども、まあ、この4人分のコーヒーをね私がお金を出してお配りしたんですよねそしたらあの宮崎さんがですね。 木村さんとか言って、なんか三千円をですね、まあ三千円なんかいただきすぎなんですよ。うんとコーヒーが一杯三百円としたってですね。四杯で千二百円でしょでもね、三千円をね、パッと私につつ、あの包んでね、なんかティッシュがなんか包んで、木村さん、取っといてって言って。出されたんですよ。 でね他の方はね知ら,ん、まあ、知らん顔ってことないけどもゴチ、まあ、っ,っていう感じでコーヒーね飲んでいてお金が誰払ったのっていうことも気にせず飲まれてたんですけども、まあ、宮崎さんんはそういうい、ね、心配りがある方だったんですよもうすごくね私その時ねああ宮崎さんはねもういろんなことをお分かりになってる方なんだなと思ってね私もこういうような女性になりたいなと思ってですね、まあ、本当にね宮崎さんののことはあの いつも大阪行くためにね、はい宮崎さんがあそこに立って木村さんって声かけてくれたんだなってことを思い出します。いつも私の心の中にまだ宮崎さんがあいらっしゃるそんな感じなんですよね。でもう一人ですね、えー、福岡のお客様であの年賀状をくださるね達筆なねあのおし字みたいな筆書きでね年賀状をくださる方がいて。 でいつもねフェイスブックでも必ずね私が投稿すると「いいね」をつけてくれてた方だったんですよ。で最近あの,かあのその方から「いいね」がつかないなどうされてんのかなと思ってですねそしてあの年賀状いつもくださる方だったんで私も年賀状をいただく前に出さなくちゃとか思って出しましたらねあの奥様からね「いや実は亡くなりました」っていうねあのおはがきが来たんですよ。 でえー、ってあんなにお元気だったのにって言ってね思いましたでその方はねこんな感じだったんですよね増田さんっておっしゃって、えー、九州の方ですで増田さんはですねいつもねあの温厚な感じでですねいつもあの私が公、まあ、演もね出来不出来がありまして、えー、まあ、一生懸命勤めてるつもりでもですね出来不出来があってねでまあ九州の方はあの 男気があるっていうかな。例えば、あの、こんなことがありました。増田さんじゃなかったんですけどね。あの、もう一人の方で、この方も最近お目にかかってないんですけども、あの小泉相場が、小泉さんで株が上がったことがあったんですよ。郵政民営化で解散して、えー、その組閣し始めして、郵政民営化を実行するっていうような時だったと思うんですけど、その時に他の奥様たちが。 さ泉まさま相場ねって言ってたことをですね覚えていて私があの講演の時にですね「まあ、小泉さまさま相場」なんて言ってる方もいらっしゃるんですよって言ったらですね帰りにですね「木村さん何言ってんの小泉なんて国賊だよ」「郵政民営化なんかとんでもないよ」っていうふうに声かけてくださる方もいてですねでもあの増田さんはですねそういうあのこうはっきりしたことはおっしゃらないんですけどもなんかあの私が でき不できがあったででもですね温かい感じで受け止めてくださっててフェイスブックに「いいね」をつけてくださること,あのくださることによって、まあ、励ましを頂い,いてたような感じだったんですよね。で亡くなったって聞いてねやっぱり寂しいなと思いましたけどもでも元気にね最後まで資産運用を頑張って勉強されてたんだなって思ってですね、まあ、私もああいうふうにかく、えー、とした ね、あのシニアになりたいなと思って今も思い出しますそして、まあ、今回似顔絵にはまだされしてなくてお写真だけあるんですけども、まあ、ご一緒にねあのラジオ日経の時に、えー、オーストラリアにご一緒させていただいたあ投資家さんいらっしゃるんですけどね74歳で頑張ってこうあの旅行に参加してくださったんですけどお帰りになってから体調を崩されてほどなく亡くなったんですよね。 で竹内さんっておっしゃったかなと思うんですけどもおラジオ日経でイベント的にですねあの皆様と一緒にオーストラリアに行くって企画があって私が皆様をお連れするっていうねそういう役割を担ってですねあのオーストラリアに、まあ、投資家様たたちと行ったんですよねでその時に竹内さんがあ来てくださってで74歳ということでですねもう非常に お体もこう小回りが効いてですすねねお元気そうだったんですよ、ね、でツアーから帰ってきて体調を崩されたっていうことをそのラジオ日経の方からちらっと聞いてですねで、えー「どうなさいましたかね?」っていうことで気にしてたんですよね。で奥様からあのちょっと伏せてますっていうことをご報告いただいてたんですけどもまあそれで旅行に行かれて体調を崩されてそして。 まあ結果的にはなくなってしまわれたんですねで人の人生って儚いなって思いました74歳っていうのはねまだ男性の健康寿命が残ってる最後の年かなと思うんですけども一生懸命、ね、砂あの海,海のねこの砂浜でですね、うん、あの散策した時も,あのもう広大な浜辺でですね一緒に、えー、くつろいで、えー、写真も撮らせていただいて。 あ74歳のねあのこのお元気そうな姿を拝見してですね頼もしいなと思ってた矢先だったんですけどもまあ体調を崩されて寝込まれてそのまま亡くなられたというのを聞いてですね今も写真は撮ってあるんですけどもやっぱり心の中にその投資家さんと過ごした時間は残っていてやっぱりまあお盆の度にあ,のあるいはその地に公園に行く度に。 その方の方お元気だった姿を思い出してですねあよく応援していただいたなと感謝している次第なんですよね。なので一時一時は儚かないようなつながり、まあ、淡々としたおつながりなんですけども、まあ、立ち話をさせていただく程度だったりするんですけどもでもあのあの高い壇上からお一人ずつのお顔が見えるんですよね。だからねやっぱり あの皆様のお気持ちいただいたお気持ちはいつも忘れずにですね本当、まあ、感謝して過ごしている次第なんです、まあ、そうやってねあの人の心の中で生きているう姿をこう拝むっていうねそういうのがお盆じゃないかなと思いますねだから人にひどいことしたり人に嫌なことしたり人にいじめるような気持ちを持って接すると 拝んででもらえないっていとうことですよね私はもういつもよくしてくださったなと思い出して感謝してる次第なんですよね。なので自分もそういう気持ちに人に差し上げなっていただいたら嬉しいなと思います。というわけでね、えー、このね8月5日の下げもですね過ぎてしまえばですね、まあ、なんだってことになるわけですけどもしかしねまだあの バッタンバッタンあると思いますからねあんまり油断しない方がいいですよねで過去のねこの作業を見てみますと一旦どっかで戻るんですよねそして戻った後ですよね問題はねだから今回は大統領選挙もあるし、えー、これからね9月というのはあ2日に始まってふあの2日進歩荒れるというジンクスもあるしそして、えー、総裁選もあるし、えー、9月の13日がメジャー sq の あのね、値がはっきりするしそして、えー、12日が最終商い日でしょ S、Q あのー、を控えてオプション先物の,のね最終商い日ですからまだまだありますよそして9月17日18日休み明けに FOMC ですからねまあ油断しないで。 無理せず楽せず相場と付き合っていきたいですねそれにしても本当に8月5日はですね度肝も抜かれましたよねまああんな下げがあった時に変えなきゃダメですよねまあまあ,あそんなことでね頑張っていきましょうまたいくらでも挽回することができると思いますけどねでも今回ドカンときたので景気の先行きはあ一旦ちょっとね慎重に見た方がいいかなというふうに思いますね それにしてもこの所得の多いスーパーカップルもねたくさんいらっしゃるということで今日はね朝から朝5時起きしてですねちょっとある研修に行ってきたんですよ。そんでこの「ライフプラン表」なんか作ってみんなでディスカッションしたんですけどねスーパーインカムカップルがいらっしゃって、まあ、世の中ちょっとだんだん変わってきてるというの実感は得ましたね。というわけでまた今週頑張って配信していきます。よろししくお願いいたしますそれでは えもうね日が変わって今1時49分、夜中の8月の15日木曜日の夜中の1時49分です。これから編集してアップしますので夜中でもし起きてたら見てくださいね。それでは今週もよろししくお願いします